吉田さん、おめでとうございます。まあ何も変わんないですけどもね新年が明けようが明けまいが、私たちのやることはひたすら YouTube やってるということだけでございます。でもまあ1月1日っていうのはテーマが作りやすいですよね。まあその中でね、もう初っ端から笑わせてもらいましたけども、私の動画にすら紳士服の広告を出さないとやっていけなくなるっていうのは、これ痛快じゃないですか。なんかもう悪い冗談というか皮肉というかね、吉谷さんがそんなことを言うのも面白いし、あのもうね、こよなく憧れてやまなかった私がね、あらゆるアパレル産業、洋服の青山から紳士服の春山から、もちろん青木もそうですよ、高級もそうですよ、あらゆるアパレルに私はね、新入社員の時に、あの大学4年生の時ですか、あの入社面接アウト食らってるんですよ。書類選考とか最初の筆記試験でもう全然入り口からアウトなんですよ。その会社がね、私の YouTube の広告、何、私のその再生数に対してすら広告を出してこないといけないということでね、私に広告料入るわけじゃないですか。だから紳士服業界から私ついに給料をもぎ取ることに成功したわけですよね。まあついにっていうか、今までも気づかないだけでもらってたのかもしれませんけども、これはね、だからね、ある意味痛快っていうのは別にね、下克上を笑ってるわけではないんですよ。本当皮肉なもんだなと思ったんですよ。これ苦笑いです。だからどちらかというと、私が憧れて憧れてどうしようもなかったアパレルに入れなかったからこそ今があるみたいなね。そしてなんと私は全然関係ない麻雀店の親父もやってたわけですよ。しかも平和公園のホームレスやりながら。何なんでしょうね、この人生のドラマっていうのは、この面白さっていうのは。笑えない冗談の連続だというふうにはね、就職戦線異常なし、なし異常あり異常なしっていう映画、これでやってましたけども、小田裕二さんの映画でね、的場浩司さんが出てた。確かにそれは名言だなと。人生ってのは笑えない冗談の連続なんですよね。いや本当笑えないですよ。こうしてる瞬間にも正月らしい正月を送れる人っていうのはいますけども、そうじゃない方もいるんですよね、うん、なんか考えさせられるものがあったなと思います。はい、で今日はね、ちょっとしたエピソードをちょっとお話ししようと思うんですよ。それはね、巨人の星っていう漫画なんですけども、巨人の星っていう漫画がね、なんで名作なのかっていうところを私なりに考察すると、あれはね、野球に邁進する少年の話だけではないんですよ。その漫画の中央部にものすごくね、多分18巻ぐらいだったんですけども、中央部にむちゃくちゃ大きいドラマがあったんですよ。それは何かっていうと、野球に打ち込んでるあの星飛雄馬に対して、あの脇役の誰かが言うんですよ。お前の青春はあるのかって。でそこで気づかされるんですよ。いや俺は野球ばっかりやってるからこれが青春なんだよって言ったら、バカだな、青春っていうのはね、女の子と付き合ったりとか、ファッションとか音楽に狂ったりとか、ボーリングして楽しんだりするものなんだよ。お前なんだ、野球しかないんじゃないかって言われるんですよ。それで星飛雄馬はガーンとショックを受けるんですよ。俺は何をやっていたんだと。そういえば世の中の若者がやる青春ってもの、俺は何一つやってないぞと。何なんだこれはって感じで悩みのたうちもあるんですよ。それである時ね、自分の好みの女の子と付き合うことをやってみるんですよ。でその方はね、なんか後で分かるんですよ、不治の病かなんかってことが分かるんですよ。で不治の病ってことが分かるんで、星飛雄馬はもう時間がないから、だから一緒にいたいんだみたいなことでやってくるんですけども、その女の子はどちらかというと違うと。あなたの青春は私と一緒にいるところにはないんだよと。あなたの青春はあのマウンドにあるはずだと、グラウンドにあるはずだってことをやっぱりね言うんですよ。でそれで星飛雄馬は思うんですよ。そうか、みんなが青春って言ってるものはいろんな形があって、何をやったらいいか分かんない人があれこれやってるだけなんだっていうふうに、まあ思ってるというふうに私は捉えたんですよね。で星飛雄馬は何の一点の曇りもなく、誰に何を言われようと、俺はこのマウンド、このグラウンドで燃え尽きることがやっぱり青春だったんだ、それを教えてくれた彼女ありがとう、お付き合いしてた彼女ありがとうって感じで、最後死に目に会えずにね終わるという流れだったと思うんですよ。でなんとね、この星飛雄馬最終巻でもその人の女の子のことをね、ちょっと名前出してるんですよ。でそのぐらいドラマチックなんですよね、その女の子の出会いっていうか付き合いが。要するに自分の青春を否定されて野球以外をやらないといけないと思ってやってみたけども、いまいちよく言う青春というのには自分が乗らなかったんですよ。なんとなく気持ちが乗らなかった。そして大好きだった彼女が気づかせてくれたのは、私と一緒にいることではなくて、あなたはグラウンドでこそ青春が送れるんだ、人生が送れるんだってことに気づかせてくれて、そしてグラウンドに戻っていくっていうストーリーなんですよね。それからというもの、星飛雄馬はその亡くなった女の子の思い出とともに嘆きっていくわけなんですよ。だからこれがね、
実は巨人の星を名作たらしめてるんだなと私は思うんですよね。だからね、どんな試合に勝っても負けてもそんなことよりもこの女の子との出会いが、私はこの巨人の星っていうドラマがね、一気に1ランク上がって2ランクも3ランクも上がって私の心に根付いたんだなと思ってるんですよ。そういう意味で言うと、ビジネスマンとして生きるってことは、多くの人が正月を送ったり、ジングルベールジングルベールとか言ってね、言うてる場合かとか言う人もいますけどそういうのに、巻き込まれずにね、自分の人生のど真ん中をやっぱり歩いてることだと思うんですよ。それこそ大多数の人は違うことをやってるかもしれません。でもそんなことにね、揺さぶられるようでは、もうそもそも自分の人生ではないわけですよ。だから私はその正月だろうとね、クリスマスだろうと、嵐が来ようが、多分でかい災害があろうが、不謹慎かもしれませんけども、何か事件が起こるたびにどうやってアクセスにしようかなっていうふうに考えてる自分がいるのはもう否定できないんですよ。どうやってお役に立とうかなっていうふうな言い方もしますけども、結局はアクセス取りに行ってるんだろうって話で、その通りなんですよ。時には人の不幸をネタにして動画を出してるかもしれませんし、人の喜びに乗っかってるところもあるかもしれません。でもやっぱり私はね、知ったことを知らせるってこと、これに尽きると思うんですよ。やっぱりそれはね、私は恥じることがないです。誰かが困っている状況を知らせることによって、その人の困った状況に気づいていただく人を増やしていく、一人でも増やしていく、そして力が貸せる人がそこに、ね、アクセスできると思うんですよ。そして一部私はそういったアクセスの中で上積みを取るように広告収入をもらったりとか、コンテンツの販売の利益をいただいたことによって、多分そのお金で自分の判断する一番困った人に使えているはずなんですよね。まあそういうふうに自己納得するしかないかなと思うんですけども、何をね言ってるのか分かんなくなりましたけども、まあ、とにかくね、あらゆる機会を自分のアクセスに変えていくこと、自分の影響力を上げていくこと、これに勝るものはビジネスマンとしてはないんじゃないかなというふうに改めて気づかされて、令和3年を送らせていただこうかと思います。今年もよろしくお願いします。